ラジオ DJ、スタジアム DJ、実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル DJ 渡るサッカー伝道師チャンネルパリ合輪、パリ合輪、イややりました DJ 渡るですさあ、ナデシコジャパンパリオリンピック出場決定おめでとうございますやったぜパリ、待ってろパリやった さあまだオリンピックで金メダル取ってませんからね銀メダルが最高ですなでしこジャパンここでいきましょうオリンピックの金メダル絶対に取りに行きましょう今回の動画はなでしこジャパン世界一への道パリオリンピックアジア最終予選なでしこジャパン対北朝鮮女子代表戦ラビューオリンピック決定スペシャル、はい、ありがとうございます同時視聴を見てくださった方本当にありがとうございます本当に多くの方が 見てくださいまして第1戦の方2700人以上同説がありました7万回再生ということになってますそして第2戦の方も2万回再生以上を記録してそしてかなり800人ぐらい800人以上の方が来てくれてました本当にオリンピック すごい最高です。マジで。なでしこジャパン最高。パリオリンピック行って金メダル取っちゃいましょう。というわけで今日はレビューお届けしていきたいと思います。日本対北朝鮮です。もう皆さんご存知の通りかと思いますけども、2対1で日本代表が勝利となりました。 はいまあまず高橋花選手のゴール25分に決めましたセットプレーからですけども上野真美選手が折り返したヘディングで折り返したボールを、えー、ニアサイドで田中美奈選手がヘディングで触ってしかもあのバックヘッドでさらに最後は高橋花選手が押し込んでゴール先制ということになりましたまああの岩清水さんも僕がンで見たんであの言ってましたけども えまあ反応がみんな早かったと、高橋アナ選手も、え田中みな選手も、みんな北朝鮮の選手より反応が一歩早かった。まあ、それで まあ、ゴールを奪えたシーンだったかなというふうに思います。まあ、攻撃なんでね。はい、一歩早くなる。まあ、ディフェンスの時でも早い人もいる、ありますけども、まあ、前に前にっていうことで、一歩前に出てたこと、本当にここの推進力というか、押し込む力、あったのがすごかったなというふうに思います。非常にいい時間帯に点取れたかなというふうに思いますね。あのまま0対0でいってたら、後半は1点取られて、ずるずるっていって負けてしまう可能性っていうのもありましたし、やっぱり前半25分で点取れたっていうところ、そして、まあ、0対1、1対0で折り越えせたっていうところが、 まず1個良かったポイントかなというふうに思いますそしてまあずっと停滞していて北朝鮮も攻めてくる中で76分に藤野選手が追加点を奪えたところ本当にこの76分っていい時間帯に奪いましたねはい これはちょっとね、北朝鮮もガクッときたかなと思ったんですけども、81分にゴールを決められ、まあちょっとあそこのミス、珍しくちょっとミスがあったかな、山下選手って感じがします。まあでもトータルで見ると、山下選手の活躍っていうのは大きかったと思います。あの、山下の1ミリ、はい、三笘の1ミリじゃないですけども、山下の1ミリがありましたし、やっぱり本当に山下選手に助けられたっていうところは、非常に今回の試合多かったなというふうに思います。やっぱ守護神は山下だよねっていう感じがします。これぞ 初年度 MVP でございます山下選手素晴らしかったなという感じですはいもうあと高校の選手に関してはちょっとあとまた。 フォーメーションをね日本だけのを出したいと思いますので、まあ、流れとか、まあ、その辺をちょっとポイントをお話ししていきたいなという,ふうに思いますけどもまずやっぱ上野真美選手ですね非常にいい戦いをしていました、いい活躍してますはいあの北朝鮮にやっぱこういう選手っていうのは効くんだなとうう思いましたちょっと引いて守る相手に対してディフェンスを引き出すやっぱこの位置でちょろちょろちょろちょょろろ動かれるとやっぱ北朝鮮も嫌な感じがあったと思います、まあ、上野真美選手の交代清家貴子選手との交代ってちょっとびっくりしましたけどもでもまあ意図とし 前に走れ、前の推進力を出そうというところで多分成清家紀子選手に変えたんだと思います成家紀子選手が入って結構縦のボールが結構多くなったりとかスペースでボール出して成家選手が走り込むっていうところも多かったと思うので、まあ、成家紀子選手が入った段階でちょっと戦術を変えてきたんだなっていうのは分かりました、はい、であと北川光選手ですもうこの選手は言うことないですねいつものようなプレーをしてましたし久々のプレーでしたけども堂々としたプレーをしてましたあと長谷川選手も長野選手もね良かったなというふうに思います熊谷崎選手1個 避けたたたっっていいうのもねねありました、ねはい、スリーバックには良かったんじゃないやっぱり第戦も3、まあ、バックが一番いいような感じがしますね、はい、熊谷崎希選手のアンカーもいいんですけども熊谷崎希選手を1個下げてやっぱここでどっしり構えてもらってアンカーよりやっぱこっちの位置の方が安定してるなっていう僕の,あの肌感覚ですやっぱりしっかりね前からいけてたしやっぱり序盤から結構前プレもいってたのであの立ち上がりが良かったことがまず1個ターニングポイントというか、はい、ポイントかなというふうには思いました はい、北朝鮮も5バックで来ましたけども、やっぱり1点取ると、北朝鮮も前がかりになるので、まあ、1点取られましたけど、でも、やっぱりそこの隙をつけて、藤野青葉選手のところ、清水梨沙選手が上がっていって、まあ、その清水梨沙選手に出したパスっていうのが長野風花選手ですからね、長野風花選手の清水選手に出したボールは素晴らしかったですね、これでもかっていうぐらいのいいボールでした、あれ以上のボールは。 出ななないいいんじゃないかなと思いますあそこでうまーく入れ替わって清水選手が股抜きしてもう清水選手らしいですよねあのスイッチというか入れ替わり方で完璧なクロスボールに清家選手の前に走り込んできた藤野選手がタイリングでドーン 最高です <laughs>、はい、もういいんだよ、もう結果さえ、結果さえでりゃいいんだよ、本当に。もう相手も5バックで押し込んでいきたりとかしましたけども、やっぱちょっと怖かったのは、ソン・ヒャンシム選手ですね、やっぱ足の速い選手、7番の選手ですけども、この選手から結構、ボールが入ることがありましたし、あとゴール前でキープして、まあ、 えー、熊谷選手がいなされてシュートを打たれるみたいなシーンもありましたただやっぱり山下選手を中心にうまく守れたんじゃないかなというふうに思ってますで、まあ、スタッツを見てみますとシュートが13と13並んでるんですよ圧倒的に第一戦日本は枠内シュート1本でシュート数も少なかった北朝鮮の方がいいサッカーをしてでし北朝鮮良かったでも北朝鮮は行っても奪うことができなかった日本は13本打って第二戦では13本十三本ずつ打って日本が2点取ったっていうところも、まあ、評価できるところなんじゃないかなというふうに思いますガラッとスタッフが変わったな もう爆雷シュート3本は少ないんですけどもそのうち2本入ってるんで決定力抜群だなという感じがしましたで、支配率見てくださいこれねもしかしたら第1戦の僕のレビューを見た方ピンときたかと思いますけども5446これ、ね、一緒なんですよ 実は、日本54、北朝鮮46、これ、第一戦も54%、46%だったんですよ。意外にやっぱり、北朝鮮もボールを握るシーンも多かったなという感じがしました。ガチガチに引いてくるファイブバックじゃなくて、結構やっぱり攻撃にもくるファイブバックだなというふうに思いました。まあ、特にやっぱりサイドバックの選手、ウィングバックの選手がグッと上がったりするので、そういったところやっぱり気をつけなきゃいけないし、まあ、北朝鮮のストロングポイント、センターフォワード、あそこに当ててきて、あそこから展開するサッカーっていうのが多かったかなというふうに思います。まあファールに 関しし北朝鮮のが1つ多かったたとということになりま当人、まあ、も隔離も勝ちましたんでこういう感じの、ね、スタッフになりましたありがとうございますさあ続いて第2戦ねホームで行われました試合のフォーメーション交代、まあ、選手も見ながらやっていきましょう日本のメンバーになります 山下選手、で高橋ア選手、熊谷選手、南選手、ダブルボランチが長谷川選手、長野選手、ウイングバックが清水選手、北川選手、シャドウが上野選手と藤野選手で、ワントップ、田中美奈選手、で途中交代で最初、正木希子選手が入り、えー、最後に植木選手と古賀選手が入ったという形になります。いやー、最初僕、4バックで来るかなと思いました、メンバー表を見た中で、あ北川選手が左サイドバックに入って、 南選手、高橋選手、右清水選手かなと思ったんです。で、熊谷選手がアンカーに入って、長野選手と長谷川選手の、まあえー、インサイドハーフ、左上の選手、右藤野選手かなという感じかなと思ったんですが、完全にもう、えー、3バックでしたね、はい、守備位置5バックの3バックの布陣を組んできました。まあ、変,変則の3バックにするのかなと思ってたんですが、もう完全に熊谷選手がセンターバックの真ん中に入って、高橋アナ選手、南選手。まあ、この3センター これ安定ししてるなっていいう,うに思いました、まあ、ちょっとねバタバタしたシーンとか危ないシーンとかはもうマジで山下選手には助けられたんですけどもやっぱ今考えられるベストの3バックっていうのは、まあ、この3人かなと思います、はい、より3センターバックの方がいいんじゃないかなと思います、まあ、いろいろ課題はもちろんありますよ、はい、4バックにした方がいい3バックの方がいいいろいろ,いろいろ課題はありますけども今現時点で考えられるんであれば、まあ、この3センターバックがベストかなというふうには思いましたでダブルボランチも安定も 安定です長野風花選手なんて2点目の起点になりました長谷川選手もよく動くしね働きってのは本当に大きいなと思いますこの2人は本当に小柄ですけど長谷川選手特に守備ができるっていうこのダブルボランチ大きいですよねマンシートリバプールのダブルボランチですからねそして清水梨沙選手ですまああのアシストは清水梨沙選手ならではですねああいう動きができるんですよ はい。まあ、長野風花選手のボールも素晴らしかったんですけども、入れ替わったシーン、あれ股抜き狙ってますからね。完全にタイミング見てあの股抜き狙ってます。で、入れ替わって最高のクロスボールを、もう藤野選手と聖選手どっちでもいいボールでしたよね。ま、あでも聖選手はちょっと待ってたんで、勢いが、 沈むかなっていうところで藤野選手が前によく入ってきた。あそこは藤野選手さすがですね。ああいうところに入ってくれるフォワード。もう藤野選手もバレてます。はい、そして北川選手もバレました。上野選手ももう世界にバレました。はい、北川光選手もちょっとね、いいプレイをしましたね。超本 1> 1人で僕の好きなようなプレーが連発してたんです、北永ひかる選手あの。クロスボールとかもちょっと突破とかも,もちろんそうなんですけども、何気ない上野選手に送る縦パスとか、ふんわりと浮かせた上野選手のボールとか、前線当てるちょっとアーリーめのクロスとか、そういうのがすっごい気が利いてるし、すっごい嫌なんですよ、北朝鮮。で北川選手が上がってくる、上野選手がなんか掴みどころがないっていうところですごい北川選手と上野選手のところを苦戦してたなという印象でした。特にやっぱり上野選手を捕まえづらい なかったしそのタイミングで上がってくる北川光選手をマークつききれなかったそういうところ捕まえきれなかったっていうところがやっぱ北川光選手、めちゃくちゃ効いてたなという,ふうに思いますいやー、ちょっとね、遠藤潤選手が怪我した中で思わぬ産物じゃないですけどももう本当に北川光選手の今回の活躍っての大きかったなと思いますで田中美南選手もよく動いたし藤野アーバ選手のゴールも素晴らしかったもうね、もう結果こうだから言っちゃいます、もうみんないい <laughs> もうほんと素晴らしい山下選手もほんとあった。もうみんなに、みんなに MVP をあげたいくらいかなと。 いうふうに思います。いやー、ちょっと楽しみですね。こっからの、なんかね、メンバー選考ってまた難しくなってくると思います。オリンピックは18人ですから、18人想定をして、ちょっとも、また、え、後日、動画上げていきたいと思います。オリンピックのメンバー、早くも考察、みたいなところもね、予想もね、やっていきたいなというふうに思っております。というわけで、メンバー、えー、お伝えしていきました。さあ、というわけで、なでしこジャパン、今回の課題と収穫、お伝えしていこうと思います。まあ、課題に関してはもうちょっと色々こう、言われてるところかなと思います。 まずは細かいミス、まあ、ここはもうねあの今に始まったことではないのでここは一個一個修正していって個々の能力でもう本当 カバーしししていいいいくくかかななななという,ふうにに思まますあの、まあ、長谷川選手もも特に結構奪われなくなりましたけどもやっぱこう、もっと強い相手だと、長谷川選手でも奪われてしまう場面があったりとか、やっぱり普段奪われない選手が奪われてしまう場面とは結構多くなってくるんです。だから普段からちょっとこうパスミスが多い選手とか、そこを修正していって、今後に生かしてほしいなというふうに思います。オリンピックは世界一をかけた試合ですから、そういった意味では、やっぱりもっとミスを少なくしていかなければいけない。ミスを少なくしていくと、もっとね、 良くなるんじゃないかなと思いますそしてちょっと課題としてあげたいのは左サイドの連携まあ今日はね、まあ、急増ではないですけどもやっぱ短い時間で合わせていかなければいけないそして 北川選手が追加集となったっていうところでまだちょっと左サイドの連携というのはまだまだかなというふうに思いますこれは2戦を通して言えるところかなと思いました、まあ、というのもやっぱり古賀東子選手が左サイドバックに入った、えー、で中島優選手が途中に入ったりとか植木選手が、ね、先発で出たりとかってしましたけどもやっぱそういったことの連携がやっぱりミスが多かったりとかしたりとかここで攻撃を組み立てられなかったっていうところもやっぱなでしこジャパンのストローンが結構サイドでもあったりするのでそこを生かしきれなかったっていうところがまあ 第戦失敗だったかなというふうに思います逆に言うと第2戦はそこ修正してきて左サイドの連携が良かったと思います上野選手と北川選手の役割分担がすっごいしっかりしててあの北朝鮮としてはこの人何やってくるのか分からないみたいな上野選手ポジションどこなのみたいな感じだったと思うんですけど僕らからしたら、まあ、通常運行だし上野選手ってこういう選手だよねって感じだったので w ーリーグ見ていると、はい、だそういったところではやっぱ北川光選手も上野選手もしっかりと連携取れてたところかなというふうに思いますうまーくマッチしたよね この2人が同じチームにいるのは本当に頼もしいなと思いましたねで。先ほども言いましたけど、上野選手の生かし方、ちょっとこの辺のところですよね。あの、もちろん上野選手が入ることによって、そういう効果もあるんですけども、じゃあもっと生かしきれる使い方っていうのはあるんじゃないかなと思います。もともとシャドウやったりとか、ワントップやったりとかってするんですけども、まあ、完全なるトップ下でも僕はいいと思いますし、結構この北川選手サイド寄りだったんですね。左は良かったけども、まあ、右のこの、 藤野青,青葉選手の生かし方というより上野真美選手をうまく生かすことによって藤野青葉選手が生きるんじゃないかなというふうに思いますなのでここは単純に藤野青葉選手がまあもちろん点も決めましたし良かったんですけどもワールドカップの時を見ちゃうとやっぱもっとできるな足りないなと思ったんですだからそこは僕は逆に上野真美選手の生かし方がちょっと悪かったから藤野青葉選手の こう生きる場面が少なかったのかなっていうところもあります。結構上野真美選手が生きてた部分があったので、ここの連携もね、しっかりすると、もっとマジでなでしこ良くなるなと思います。そして収穫でございます。3バック。はい。結局3バックだなと思いました。まあ池田監督やっぱ3バック得意な監督なんだなっていう風に思いますし、まあ今やっぱり WE リーグでも3バック結構採用されてます。それこそ北川光選手も3バックの左やってるし、上野真美選手だって今広島3バックだったりするんですよ。結構やっぱ3バックをやってるチームとかって多かったりするから、そう Oh yeah! では今3バックの方がいいいいんじゃないかなかと思いますあの変に相手が強くなるからとかやっぱなんか相手がどうだからっていうことで変えてやるよりはもう今の段階で3バックをずっと採用してってアメリカとかカナダで負けても本当にシビリービルズカップで全然ダメだったとしても使い続けてその3バックを強くしていけばいいかなと思いました今4バックに変えたり3バックに変えたりそんなするんじゃなくてもうオリンピックまで短いのでもう3バックで固定してってこの3バックをいか して行けるような婦人芸っていけばいいんじゃないかなっていう風に思いました。はい、僕の勝手な意見です。はいで、北川ひ選手の活躍ですね。もうこれでよ。よ <laughs> でよだって。これよマジでよかったもん。北川光選手がね、活躍してくることによって、左サイドバックっていうのが競争、激しくなります。候補としてやっぱり、ま、遠藤潤選手。ま、遠藤潤選手がどこまで回復できるか、復帰できるかどうか。その辺ちょっとよくわからないですけども、仮に遠藤潤選手が復帰できなかったとしたら、北川光選手がやっぱここに入れるし、復帰したとしても、リハビリ期間が短い、実践経験が難しいってなった時に、北川光選手が一番最初に考えられる存在になるかも もしれないしこの辺のやっぱり先攻というのはやっぱまた難しくなってくるなと思いましたし逆に北川光選手の台頭というのは日本代表にとってはプラスになるんじゃないかなと思いますで第1戦から修正できたというのは大きかったと思います4バックから3バックに変えたというところまた前からプレスい行けたところであの前ガン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 いけてシュートも打てたというところでシュート13本打ってる、ね、第1戦と比べてやっぱガラッと変わったチームが全く違ったなという印象でしたしっかりプレスもいきたし守備の時にはコンパクトになってたけどもやっぱり選手の個のと 特徴を生かすためにやっぱりこう サイドに広く使えたりとかしてましたし、あとは、ま、後半途中交代で入った選手によって、前に早くできたりとかしてましたので、そういった意味では第1戦からの修正っていうのはかなりできてたかなというふうに思いました。というわけで、なでしこジャパンの今回の課題と収穫でした。さあ、最後は MVP です。もうこの人、北川光選手。はい。89分の出場、もう見せつけましたよ。世界にバレました。2月28日、北川光が世界にバレたいんです。はい。久々の代表招 代表追加招集なのに存在感抜群でございました。 いやなんで最初から使ってこなかったんだっていう話でしたけどもまあでもやっぱりね左サイドバック本職のスペシャリストまあ今ウィングバックですけどもウィングバックでやっぱりアイナックでもあそこのフォーメーションやってるしポジションやってるし、えー、山下選手もアイナックだし田中美奈選手もアイナックだしまあ連携の部分では結構問題ないしやっぱ田中美奈選手も山下選手も他の選手に北川光選手の特徴を話したりとか北川光選手もずっとやってた年代別でねやってきた選手のほうが多かったりするのでそういった意味では連携は心配ないなというふうに思いました。 あとはもっちょい左サイドの連係が良くなってくるともっと良くなるなともっと攻撃が良くなるなと思いましたいやーこれちょっとバレちゃったんで北川選手世界海外 じゃないかなってちょっとなんかこう、思声ですけども、思いましたね。クロスよし、ドリブルよし、パスよし、もうこの試合、めちゃくちゃ良かったっす。はい。まあ、ボールミスするシーンもちょっとありましたけども、やっぱり果敢に仕掛けるところは、もう本当に通常運行だったし、クロスも良かったし、ね、パス、何気ないパスも本当に良かった、何気ないパスがめちゃくちゃいいのよ。 クロスだけじゃなくて、浮き玉でね、あの、前線に送るパスとか、本当にいいなっていうふうに思いました。マジで、ちょっとね、あのー、綺麗な顔立ちしてますし、これ、活躍したらマジでメディア露出増えるし、それ,それで、なぜ食事ジャパンまた盛り上がって、w ィリーグ見てくれる人が増えたらなっていうふうにはちょっと思いました。本当に日本の左サイドに北朝鮮は手を焼いていました。はい。でもっとね、北川選手に対してもっといいパスが出ると、世界にも通用するなと思いました。というのも、やっぱ同時配信でも言ったんですけども、右利き 右利きのセンターバックだったんで,すよ、ね、で右利きのセンターバックってことはこうやってパス出すよりやっぱりこう蹴る方がやりやすいんですよ右なんで。 だから左に結構飛ぶんですよ。だから、まあ、熊谷さ選手は結構フィードも上手いですけども、やっぱもっとその、南選手とかも結構北川光選手のロングボールとかっていうのはちょっとミスしてたり部分があったんです。そういうところの強化ができると、もっとやっぱり北川選手生きると思いますし、北川光選手の特徴が活かせるかなというふうに思いました。遠藤潤選手の代役ではなくて、それ以上の存在、ライバルとして入ってくるかもしれません。というわけで、なでしこジャパン世界一への道、パリオリンピックアジア最終予選、 なでしこジャパン対北朝鮮代表戦のレビュー以上になりますさあとにもかくにもオリンピック出場ですありがとうおめでとうそしてパリ ね、同時視聴やったりとかね、オリンピックしたいと思いますしまた今後の動画次の動画は、えっと、オリンピックの出場国がね、決まるんですよ動画28日にやってるんですけどもこの深夜に試合が各国あったりとかするのでそこで出場国が決まったりしますなのでその動画をね、上げたりしますしもうパリオリンピックのメンバーの予想もしちゃいますはい、この段階この段階予想して直前にまた予想してで、えー、オリンピックのメンバー発表の時にどうなるかっていうのを見たいなっていうふうに思いますよろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いしますあなたの チャンネル登録がサッカー界女子サッカー界の未来を変える力になります。